江戸川区長の斉藤武です7月12日に発出された4度目の緊急事態宣言が9月30日に解除となりました宣言の期間はこれまでで最長となる2ヶ月半にも及び区民の皆様、そして事業者の皆様には日常生活や経済活動に多くの制約が加わる中ご理解とご協力をいただきましたこと 心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。感染拡大を防ぐ最大の切り札ともいえるワクチンの接種については、なかなか予約が取れないという状況になり、ご迷惑をおかけいたしました。現時点では、全区民の約6割の方が2回の接種を完了しています。引き続き、希望される方への接種を進めていくとと,ともに、 新たに国が示した3回目の接種についてもスムーズに実施していけるよう体制の整備に取り組んでまいります。緊急事態宣言は解除されましたが新型コロナウイルス感染症が収束したわけではなくまだまだ予断は許しません。引き続き感染防止対策やワクチン接種計画に全力で取り組み区民の皆さんが安心して 日常生活を送っていけるよう全力を尽くしてまいります。